皆さんこんにちは。古河市国際交流協会です。本来ですと毎年12月に利根みどり館でウィンターフェスティバルを行っておりましたが、今年はコロナ禍を考慮し動画配信をすることにいたしました。それでは本日のプログラムをご案内いたします。まずはじめに会長挨拶、次に日本語教室の生徒によるスピーチ、教室の紹介、ベトナム中国料理のレシピ紹介、日本在住の外国人座談会です。それではお楽しみください。皆様こんにちは。古河市国際交流協会会長を務めております宮本京子と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、昨年度と今年度の定期総会は書面決議とさせていただきました。会員の皆様のご賛同をいただき、すべての議案が可決いたしました。ありがとうございました。現在古河市交流協会は5つの専門部会で構成されております。総務部会、文化交流部会、語学交流部会、生活支援部会、広報部会、またその他の事業として国際友好交流都市との交流、ワールドキャラバン、外国語教室などの活動をしております。コロナ禍においても感染予防を徹底して役員会などを開催しております。運営委員会、4役会はオンラインで開催しました。例年多くの皆様にご参加いただき開催しておりましたウィンターフェスティバルは、昨年度と同様開催が困難な状況です。昨年度は外国人500人にお米 2kg をお配りしました。今年度はウィンターフェスティバルに代わる授業といたしまして、この動画を作成いたしました。古河市国際交流協会の授業の一端を皆様にお届けいたします。ぜひご覧いただければと思います。さて、古河市には11月現在で3825人の外国人が住んでおります。多い順からフィリピン919人、ベトナム598人、中国476人、インドネシア273人、パキスタン268人、その他1291人です。日本政府が新型コロナ対策として原則禁止していた外国人の新規入国を11月8日に解禁したことを受け、多くの技能実習生を送り出してきた東南アジア各国では、待機していた人たちが入国準備に動き出したと新聞にありました。古河市国際交流協会といたしましても、人種や文化の多様性を尊重し、外国人の皆様に安心と安全をお届けできるような活動をしたいと、役員一同思いを一つに取り組んでおります。この動画をご覧くださった皆様には、国際交流に関心を持っていただき、私たちと一緒に活動していただけましたら幸いです。最後になりますが、このような厳しい状況の中、私たちの活動にご理解ご支援をいただいております古河市法人会員、参助会員、個人会員の皆様に心よりお礼申し上げます。一日も早く皆様と親しくお会いできる日を楽しみにしております。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
こんにちは。私はスリランカ人のマヌエラ・ニルーピカーです。本日は日本に住むスリランカ人が直面する問題についてお話したいと思います。第一はコロナウイルスとパンデミックにより働く場所がないという問題です。スリランカ人のほとんどはコロナウイルスのため仕事先を探すのが難しいと感じています。彼らのほとんどはウイルスのために仕事を失い、今経済的に大変苦しいです。仕事を探していますが、なかなか見つかりません。次に言葉の壁の問題があります。日本に来るスリランカ人のほとんどは日本語を勉強してきますが、日本人と会話するチャンスのに苦労しています。日本人はスリランカ人から見るとテレアのように見えます。そのため、ほとんどの日本人と会話するチャンスがなく、日本語も上手になりません。日本人の友達を作ったり、コミュニケーションを取ったりするのは大変です。次に、食事のマナーと習慣の問題があります。日本には食事のマナーがいろいろあることはよく知られています。スリランカ人はマナーを学んでも、それについていくのは難しいと感じることがよくあります。例えば、私たちは食事の前にいただきますとは言わないので、初めて見たときには驚きました。箸を使って食べるのも難しいです。また、漢字が読めず理解できないというのもスリランカ人が直面している大きな問題です。例えば、病院に行くときは病気の様子について日本語で記入する必要があります。しかし、それをするのは大変難しいです。漢字の読み書きができればいいなと思いますが、覚えるのはとても難しいです。以前、介護の仕事をしていたとき、専門用語も漢字が多いので苦労しました。以上のような問題がありますが、このような問題や困難を乗り越えるために、近所の人や職場の人に話しかけたり、日本語教室に通ったりして、日本語を覚えていきたいと思います。ありがとうございました。生きがいはどういう意味でしょうか。国語辞典で調べると、人生の価値や生きていく喜びなどと説明されていました。あなたの生きがいは何でしょうか？私現在、自分の生きがいを探しています。卒業後、何度か転職しました。毎日毎日、同じことを繰り返しで、つまらなくなっていきます。ある日、友達に誘われて介護士の目安として日本に来ました。ベトナムは介護士という仕事がまれだし、遠いところで一人暮らしている私を両親がよく心配してくれました。最初は日本語が下手で仕事もうまくできないと結構大変でした。私にとって働くとは楽しいことでもあるが、寂しく涙が出てくることもあります。毎日同じことをしていてもいろいろな感傷を体験します。利用者様には物忘れの方が多いです。一日中同じ話を繰り返し、同じ質問をされます。そして、食べたばかりなのに、まだ食べないよ、お腹が空いた、などと言われることも少なくありません。特に午後は落ち着かなく、家に帰りたいと自分で帰りようとする利用者様がいます。その時、利用者様に付き添って、ゆっくり話しながらユニットに誘導して
誘導するしかありません。大変ですが、身の上話から子育ての話、ニュースの話題まで毎日騒がしく過ごされています。ご高齢の寝たままの利用者様は、お風呂、排泄の改造はもちろん、自分で自身を動かせず、通うところもかけずに全面改造が必要です。機嫌が良いときは、韓国ドラマを見たり、クロスワードを書いたりする、しておらす、おらます、おられます。なんか、調子が良くないと、お父さんが迎えに来ないね、早く行きたいと話したりされます。そんなとき、何を話してあげたらいいか分かりません。悲しいです。一方、私が連日行かなくても、この利用者様が私の名前を再開したとき覚えていて呼ばれたが、そんなとき自分のことを覚えてもらえるということが最高だと思います。相当しては毎日出帰りや見送りは当然だが、ロングの利用者様にとって毎回その様子を見ることが寂しいことのようです。私も帰りたいなんですが、最後までここに住まうのねと言われます。家があるし、家族もいるのに帰られません。現在は本当に辛いものです。私は時々物忘れなら現在を忘れて毎日子供らしく過ごしていった方がいいと思います。今、新型コロナが流行していて、ご家族と面会ができない時期なので、アルバムを見ながら家族のことなどを話し合っています。介護で一番怖いのは、誰かと永遠に別れていることだと思います。年を取ると、他界するのが自然の法則だとしていますが、世話をしている利用者様と別れているのが寂しくないということ、嘘です。次の日から顔を見られない別れるの時は時間を延ばして仕事を終わりたくない。最後まで一緒に過ごしたいと思います。ご高齢の利用者様は人生の残り時間が多くない。または自立生活ができず世話が必要な方々ですが、介護士として利用者様を手伝って日々健やかに喜んで過ごしていきたいと思います。将来は分かりませんが、現在ちょっとでも利用者様に幸せを差し上げたいと思います。これは私の仕事、私のやりがい、生きがいだと思います。今日はありがとうございました。人は何のために生きるのか。皆さん、こんにちは。私は菅谷隆と申します。今年三和高校1年生です。2年前に中国から来ました。日本に来たばかりの頃、日本語が全くわからなくて、市役所に行った時、職員が話した内容が全然理解できなかった。でも、学校と公民館の先生たちがいつも優しくいろいろなことを教えていただき、だんだん日本語が聞き取れ、話せるようになってきた。まだ文化祭とか体育祭を経験して、日本社会にすっかり溶け込んだと思います。
そして今、私は学校の授業を通じて JICA の活動に興味を持ち、国際社会にとても関心を持つようになりました。皆さんはいかがですか？温暖化のせいで海面がだんだん上昇していて、自然環境も悪くなっている。アフリカの子どもたちはまだ教育を受けることができない。だからその辺は貧しい状況が続いている。自然環境の厳しさと技術が足りないので、飲める水も簡単に手に入れることができない。さまざまな問題の中で、JICA の職員は発展途上国の人々のために、鉄道の建設、汚い水の処理、子どもたちの教育への支援など、さまざまなことをしています。それは本当に素晴らしいと思います。現在、世界はグローバリゼーションの時代と言われています。私は将来、世界のことをもっと知り、経営、経済についてもっと勉強したいです。その知識を使って、発展途上国のために支援したいと思います。どこまでできるのかまだわからないんですが、全力で人のために貢献したいと思います。ご清聴いただきありがとうございました。こんにちは。古河市国際交流協会日本語ボランティア教室三和教室の梅田です。田中です。私たちは古河市の日本語教室の紹介をします。現在古河市にはボランティアで日本語を教えている教室が4つあります。1つ目は古河教室昼、水曜日の昼2時から3時半まで古河駅に近い花桃プラザでやっています。2つ目は古河教室夜、金曜日の夜7時から8時半まで同じく花桃プラザでやっています。3つ目は総和教室、土曜日の夜7時から9時まで総和庁舎隣の中央公民館でやっています。4つ目は三和教室、金曜日の夜7時から8時半まで三和庁舎の中のコスモスプラザでやっています。教室では日本語指導のほかに年に1回バス研修もあります。私たちの三和教室はおととし東京の江戸東京博物館へ行きました。また年中行事としてひな祭りの時は一緒に折り紙でひな人形を作ったり、七夕の時は七夕飾りを作ったりと、みんなで日本文化を伝えています。そしてこのウィンターフェスティバルでは日本語スピーチに生徒さんを送り出しています。残念ながら今はコロナウイルス感染防止のため教室はお休みしています。また再開するときはホームページなどでお知らせしますので待っていてください。古河市国際交流協会のホームページはさまざまな言語に対応しています。ぜひご覧になってください。最後に私たちと一緒に活動してくれる方も募集しています。一緒に楽しくおしゃべりできると嬉しいです。早く皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。ありがとうございました。こんにちは、芦川春美です。ベトナムの代表的な料理である生春巻きを作ります。ベトナムの味噌とピーナッツバターを使ったつけタレを作りますので、ぜひ見てください。
油を入れます。この時火は小さくしてください。続けてニンニクを入れます。炒めます。ちょっと色がつく程度で、香りが出てきたら一回切ります。タレを、具材を全部入れていきます。こちら味噌入れます。でピーナッツバターを入れます。砂糖を入れます。このくらいとろみが出てきたらレモン汁を少々入れます。でここで火を切ります。では先ほど作ったタレにピーナッツをのせます。辛いものが大丈夫なときは、一味とかちょっと入れてください。あと、ナマス。日本のナマスだとちょっと甘いので、少し酢入れるといいと思います。一応、小皿にちょっと移したものですが、こうやってですね。食べるときはつけて食べてください。こんにちは、ルジンホンです。今日は水餃子を紹介いたします。日本では餃子といえば焼き餃子ですが、中国では水餃子をよく食べます。このままで10分ぐらい寝かせて、もう一回やれば、もっときれいになります。これを1時間ぐらい、もうちょっと寝かせてから、皮を作ります。その間に、あんを作りましょう。いただきます。その油サラダ油、半分ぐらい、
焼酎と水の。塩を入れた方が、今日は古河市国際交流協会の初の座談会を開催いたします。お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。今日のテーマは日本古河市に住んでみて感じたことをざっくばらんに皆さんのお話を伺えたらと思っておりますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん日本語が上手なので大丈夫ですよね。はい、もし何か聞き取れなかったら遠慮なくおっしゃってください。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。でははじめにお名前と出身国を教えてください。それではじゃ あの奥の、はい、はい、からいきましょう。はい、李芳と申します。出身は中国です。はい、あ、私はニルピカーです。スリランカから来ました。よろしくお願いします。カトリー・ジェマーと申します。フィリピンから来ました。よろしくお願いします。はい、それでは、中国市出身のホーさん、スリランカ出身のニルピカさん、フィリピン出身のジェンバさん、3名でよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、日本または古河市に来て何年になりますか。じゃあ、ホーさんから。はい、
もう日本は28年目になります、はい、28年、はい、自分の国よりも住む年数が長くなってます年齢バレましたねじゃあニルピカさんは、私は日本に来て8年になります。8年、はい、8年ですごい日本語すごい上手ですね。ありがとうございます、はい、じゃあジェンマさん、そうですね、私は日本人と結婚して1992年で、もうだいたい30年になりました。なるほど、皆さん長く住んでいらっしゃって、もうこう、茨城のこととか古河市のこととか日本のことは多分よくご存知だと思っております。ではですね、日本に来てまず皆さんも30年前とかそのくらい経つかと思うんですけども、初めての印象聞かせてもらってもいいですか。はい、はい、じゃあ、ホーさんから。はい、はい、私は最初留学生として日本に来ました。で最初の印象としてはね、日本にの空港着いた時、あ、日本の空気がとても綺麗だなと思いました、はい、そして翌日ちょっと保証人さんと一緒にね、いろいろ学校の準備でいろいろ買い物行きました。そして買い物をするたんびに車止まって、またこの料金も払わないといけない、それあなんか日本どこ行ってもお金かかるなっていう、そういう印象でした。はい、ではニルピカさん何かありますか。はい、私は思うのは一番街が綺麗です。うん、他には桜も綺麗です。それが大好き。うん、はい、なるほど、はい、分かりました。じゃあジェマさんはありますか、何か印象。そうですね、日本とフィリピンに比べるとやっぱり食べ物も違います。日本は生物は食べますけど、フィリピンは生物は食べないんで、最初はねやっぱり寿司とか、食べれないんで、今とか今はもう今食べれるようになりました。大好き。白いご飯もやっぱり日本のご飯のは美味しいです。あとやっぱりナサモサ、フィリピンは1年間春と夏しかないんで、もう気温が全然ね暑いんで、日本に来たらもうすごい寒いな。雪とか雪はフィリピンは取れないんで、最初はびっくりした。なんかかき氷みたいな洋服とかもあれですよね。冬とかないですよね。着るものもやっぱり日本は、ね、季節にやっぱり、変わるので、フィリピンは1年間そのままで夏用の着るものも大丈夫です。わかりました、ね、こうやってなんかいろんな話聞くと、それぞれの国の特徴とか、日本にずっとね住んでるので、なかなかそういった冬がないとかそういうのはあまりよくわからないんですけどね、勉強になります。じゃあちょっと次の質問なんですけど、日本または古河市の良いところと、あ、これちょっと良くないなっていう感じるところとかありますか。はい、いいところはやっぱりなんか日本人はこの優しい思いやりがある、でそしていや秩序があるっていうか、なんかそうすごくこういうみんなね列ちゃんと並んでるっていうのが礼儀正しくて、いやこれあと、まあ、環境も、ね、今日も主人と話したんですけど、いや中国ね、朝こういう掃除する人がいるんですよ、街道路が。日本ないでしょって聞かれて、そうですね、いやそれくらい汚れてないから、だから掃除する人もいらないっていうことだ。はい、はい、よくね日本外国人の方が日本に来て一番ちょっと難しかったり感じるところなんですけど、ゴミの分別、はいはい、そうですね、どうですかね皆さん、ゴミの分別とかは難しいですか。やっぱり難しいですね。最初全然区別できなかったんですね、はい、なるほどね
やっぱり中国とか他のスリランカとか、あとフィリピンの方たちもお国に帰るとそういう分別とかってありますか、ゴミの分別の問題とか、そういうのはもう全然ざっくばらんに捨てちゃったりとかする形ね。もう今中国はね、あの都会はやっぱりこの分別するようになったんですけど、でも日本ほどこういう細かいところがやっぱり、あ、こんな細かく分けることしません。はい、分かりました。ありがとうございます。じゃあニルピカさん、はい、何かあの良いところと悪いところ感じたことありますか？悪いところじゃなくても、日本人は、外国人と初めて話すこととかは苦手な方いるんですよ。そう、恥ずかしがる、そうです。だからちょっと友達にはならないと思います。そうです、友達作るのはちょっと難しいことです。どうしてもやっぱり日本ってあの島国っていうか、なかなかの外国人が来たりとかするのがないので、どうしてもちょっと構えてしまう部分があるかもしれないですね。そうですね。ということは、私たちもっとあの外国の方見かけたら、あの挨拶とかした方がいいですかね。そうです、わかりました。はい、はい、ありがとうございます。まあそうです。じゃあジェマさん、なんかありますか、ここ日本いいよとか悪いよとかっていうところ。そうですね、あの日本に来てやっぱり、みんなは優しいなと思って、ちゃんと挨拶とかして、ただあの言葉はね、最初あまり分かんないんで、みんな日本人も英語もできればいいなと思ってと思います。そうですね、じゃあ私たちあの日本人は優しいっていうのが第一印象ですかね。じゃあこれをあのどんどんね、あの守っていきながら、もっとあの外国人の方にあの話しかけられるように、私たちから小橋国際交流協会からも進めていくようにします。はい、分かりました。ではですね、 あっという間なんですけれども、最後 の質問で、私たち小橋国際交流協会なんですけれども、これからあのやってみたいこととか、やってほしいなと思うことがあったら教えてください。じゃあ、穂さんお願いします。知ることが一番大切なので、だからやっぱりこういう外国人同士もそうだし、外国人と日本人、こういうもっと触れ合うことができるような、あ、空間、まあ、今日本語教室はやって、まあ、言ってるんですけど、あとこういう、そうですね、もっとこういう何でかな、 まあ、こういう感じでね、話し合うお互いにこういうか思いを、まあ、分かち合うような、そういう、いう機会をね、もっと作っていったらもっといいかなと思います。はい、はい。ではニルピカさん、お願いします。はい、私はあの本当にスリランカ料理は日本人に教えてみたいと思います。本当に何だったらは今も教えるんですけど、あのだからスリランカの文化とか、あの料理こんな味があるとか、そういうふうに教えればいいと思います。そうすると日本人も他の国の料理食べるようになるから、それが人生の楽しいことと思います。はい、わかりました。お願いします。はい、じゃあ最後、千葉さん、お願いします。はい、私の今考えているのは、これからあのコロナが良くなるんで、あの例えば月1回、2ヶ月1回ぐらいでも、もうちょっと広いところにみんなが、あのティータイム、例えば、あのティータイムとかやります。 あとコミュニケーション、それもやればいいなと思って、いろんな外国の方が集まって、ね、おしゃべりとか、そう、おしゃべりとか、そういう、だからそれのがいいと思います、はい、もうちょっとみんなが分かるように。分かりました。今の3名の方 あのこれから小橋国際交流協会でやってみたいことっての教えていただいたんですけど、あのなるべくあのやっていくようにいたしますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではあのいろいろ意見を聞かせていただき、大変勉強になりました。ますます日本、そして
古河市を好きになって他の外国の方たちにも古河市をぜひ広めていってください。また古河市国際交流協会の発展のためにもぜひお力を貸してください。今回は3名の方々、フィリピン出身のジェンマさん、スリランカ出身のニルピカさん、中国出身のホーさん、ご協力いただきまして大変ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でございました。皆さん、お楽しみいただけましたでしょうか。私たちはこれからも古河市国際交流協会の活動を続けてまいります。会員を募集しておりますので、ご興味のある方は古河市国際交流協会までご連絡ください。本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。Thank you.